はい、こんにちは、22だ、ポテです。ということでね、最近あまり動画を出せてないんですけども、今日の0時00分、これやばい動画が上がってしまったということで、今日ちょっとそれを見ていこうかなと思います。やばい動画ってのがこちらですね。これ20サードシングルクラップクラップの MV ティーザーの1,2,3がこれ一気に公開されて、僕も人通り見たんですけども、もう我慢できなくて見たんですけども、これちょっともう一回ちょっとしっかりね、これね、見ていこうかなと思いまして、ちょっと今日一緒にね、こうやって盛り上がれたら、今日の0時00分とかもなんか出るのかな。で、明日の0時00分にはもうね、明日というか明後日の0時00分にはもうMV 公開ということで、だからこれ今日の0時00分ね、こう、今日の0時00分が、これ3人だったから、この明日の0時00分は、これみんなのなんか、シンプルなティーザーとかが出るのかな、ちょっとそれわかんないんだけども、ちょっとね、一緒に見ていけたらなと。でもこれさ、この JYP からもうティーザーが出るようになったのも、これ激アツポイントだよね。いつもその20の方のアカウント、チャンネルで、こうティーザーが出てたんだけど、今回はこの JYP の方で出てる。これやばいよね。ということで、じゃあもう早速ね、バシバシ見ていくか。さあ、じゃあ見ていきましょう。せーの、ポン。ニナちゃんね。これちょっと止めてくか。おい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 、ちょっと一回止まってくれ。おい、このニナちゃん見てくれ。おい、戻りすぎだろ。おい、0.1 秒とかで戻ってくれ。このまずニナちゃんよね、これ。なんかなんだっけ、アイシーの時のニナちゃんみたいな。アイシーの時を彷彿で、かわよー。ちょ、もう見ていくか、もう。これ動き含めティーザーだもんな。リクちゃん、止めちゃったけど。ちょっと待って、もう、見て、止めたり、みんな止めなかったりするわ。ちょっと待って、この、ここのリクちゃん、かわいすぎるぞ。目のここのオレンジ。いいです。ちょっと待って、どうしたらいい、これ止めてたらキリないけど、えぐーえぐー、ちょ、なんて言った、弾ませてめちゃくちゃやばい、かっこ、弾ませては聞こえたけども、これまゆかちゃんの声っぽかったね、今のは。えぐー、ちょっと待って、リクちゃんめっちゃ可愛かった。ほら、このリクちゃんやばくない？まゆかちゃんもやばい。これお団子まゆかちゃんいいね。これもうさ、このスタイリングというか、もう完璧だからさ、完璧だから、楽しみ。これに尽きる。これ多分、ウィジューみんな多分そう思ってるよ。これ、スタイリング完璧だから、楽しみーって思ってるよ、みんな。ちょっとどんどん行くか、ティーザー2行ってみよう。これまず、まやちゃんから始まるよね。はい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 、もう、いいねー。かっけー。あー、やかちゃん。いい。ちょっとなんかこの、ちょっと待ってくれ。これちょっともう待ってくれよ、いろいろと。あやかちゃんのこの、なんていうの、お姉さん感すご。あやか、もうちょっとこっち行こう。こっち行って大きく表示できるようにするね。あやかちゃんのこのお姉さん、すごい、これ。めちゃくちゃいいです、これ。これめちゃくちゃいい。うわ、いいな、この、この顔できるか、あやかちゃん。あやかちゃんにこの顔できるようにならせたらもう終わりやぜ。ウィジューの終わりです、それはもう。で、みーちゃん、この、なんかこのいいね、この悪ガキ感いいな、この。悪ガキ感いいね、この。やんちゃな、ギャルやんちゃ JK 感。いいですね。このなんかこのさ、全部にもそうなんだけどさ、このまやちゃんとかもそうだけど、校舎がこう落書きだらけの、要はこれ悪だよね。ヤンキーみたいな感じなのかな、コンセプト。わかんないけど。ヤンキーにしては美人すぎるぞ、つって。うわ、今の見た？このまやちゃんの首くねくねしながら、これ。はい、これやっちゃらいな、まやちゃん。のくせに最後かわいいのよ。なんやねんな。クラップ、クラップもう一回見ていい？クラップ。いい！これ非常にいいわ。なんか細かいこと言えないわ。もちろんその、みーちゃんのツインテールがいいとかあるんだけど、あとこれなんかなんだっけ、クラップクラップじゃなくて、ミーヒちゃんの服が TWICE の TT だから、なんかのね、あれと一緒みたいなね、あるよね。それもいいよね。いや、このなんかミーヒちゃんの悪ガキ感いいわ。めっちゃいいわ。で、あやかちゃんはもうヤンキーというかもうね、ヤンキーじゃないもんね。あやかちゃんもシンプル綺麗だもんな。うわ、いいなぁ。え、これちょっと待って。ヤンキー側と、ヤンキーじゃない側いる？これ違う？なんかこの、
あやかちゃんの方がなんかあんま落書きとかなくてさ、さっきもどうだったんだろう。とりあえずちょっとティーザー3いくか。うわ、まこちゃん、かっけえ。うわ、大ヤンキーやん。大ヤンキー。あ、こっちもヤンキー側なのかな、ちょっとわかんない。全員ヤンキーか、別に。ヤンキーっていう表現が俺、古すぎる。ちょっとチャラいというかさ、このや落書き。でもこれ、まこちゃんの方はなんか、そういう感ないよね。この街中っぽいよね。かっけえ。この首の、まこちゃんの首の動きいいよね。これね。はいはい。かっけえ。で、リマちゃんがちょっと待て。リマちゃん、あ、なんか、イッチーのユナちゃんに少し似てる。なんか、雰囲気。うわ、すげえ。うわ、めっちゃいいやん。めっちゃいいやん。チャラ。これ洞窟なとこいいな。チャラー。チャラー。あーいいね。なんかやっぱ鬼組ちょっとやっぱお姉さん感あるね。鬼組はなんかお姉さん感あるわ。でこのマンデ組がちょっとチャラい感あるね。めっちゃいい。これなんて言ってる。バナナナー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 って言ってる。バナナ、これバナナナー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 って言ってるな多分。待って、ちょっとそういう観点で見たらさ、ニナちゃんもなんて言うんだろう、学校じゃないよね。あれ、この最初の3人落書きない。なんだなんだ、なんか落書きあるところと、ちょっとシティっぽさ、なんかなんだなんだ、ちょっと待って、なんかあの落書きにいるところにいる人が多いからさ、ちょっとそういうなんか悪書きコンセプトというか、ちょっとね、あのちょい悪いコンセプトかなって思ったら、ちょっと半分ぐらいは落書きないぞこれ。リオちゃんは鬼組だけどあるんだな落書きが。だから鬼とかの関係ではないと。かっけえな。てかこのリオちゃんの乗り方かっけえな。いやー、かっけえかっけえ。めっちゃいいです、めっちゃいいです。はい、ということでちょっと見てきたんですけども、なんかね、あの何回も見てたらその落書きあるなしとかはいろいろなんか分かってきたんですけど、ちょっとね、どういうね、歌詞というかどういうコンセプトになるんだろうね。でもなんかなんとなくのテンポは分かったよね。ちょっとアップテンポでダダダツタツタッタッタドゥントゥンダララツタツタツタッタドゥントゥンダラツタッ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 ってことよね。ここは分かったのよ。ここサビなんかな、サビじゃないんかな、ちょっとわかんないんだけども、ちょっとねまたね、明日の0時00分のティーザーと明後日のね MV がさらにこれ楽しみになりました。ということでね、ちょっとね、急いで動画出せなくなってきてたり、情報をね全部こう出せなくなってきてしまってはいるんですけども、まあ今後もねこういう感じで時間ある時にどんどんね、僕のこの20のオタ活をねこう撮って、皆さんと共有できたらなと思うので、ぜひぜひね20の方はねチャンネル登録して一緒に20を応援できたらなと思います。ということでエンディング、最後までご視聴ありがとうございました。こんな感じで、このチャンネルは20専門チャンネルとして、20の情報速報、グッズ開封動画、リアクション動画、他にも視聴者さんから募集した作品を紹介する20作品紹介シリーズ、この部屋を20グッズで飾り付ける20部屋制作シリーズ、20の誕生日の日には誕生日おめでとうライブなどなど、20に関するたくさんの動画を上げてますので、ぜひぜひ20の方はチャンネル登録して、一緒に20を応援できたらなと思います。ということでまた見てください。ワッピーワッピー。明日からアマゾンプライムで始まるから、アマゾンプライム入ってる人はチェックです。